普通だと思うんですよね。で、あの、そのまあ、今見てらっしゃる。そのニートとか無職とかこの上おじさんのこう。ノーベおばさんとかまあ、あんまりその優秀ではない方々いらっしゃると思うんですけど、僕その小中高とかで授業を受けてあの、まあ、大学もそうなんですけど、授業がわからなかったことって一度もないんですよ。なんかその人が言って言語が理解できるんだったら普通理解できるよね。っていうのが当然だと思ってたんですけど、残念ながら皆さんあの？ 教科書に書いてあることが理解できないとか、日本語で書いてあるものが理解できない。でも、その使ってる言語は日本語みたいな方々じゃないですか。なので、その、なんか、見た目が普通に見えたとしても、知能足りてない人って世の中にいっぱいいらっしゃるじゃないですか。皆さんみたいな。で、そういう人も別に何の問題もなく暮らしていらっしゃるので、なので、その、なんか、何らかしらの能力が、まあ他と違うっていうのは、別になんか気にしてもしょうがないと思うんですよね。